はい、それではですね、本日はこちら、新宿にある山からですね、お届けさせていただきたいと思います。はい、皆様いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。こちらのチャンネルではですね、普段はカメラですね、写真や動画とのことを楽しんでおりまして、一緒に楽しんでいっていただける方はぜひチャンネルの高登録をお願いしたいと思っております。ということでですね、本日はですね、この富山公園箱根山、箱根山というのかな、標高 44.6m というところにですね、 DJI OZO MAX ON 3を持ってお散歩に行きながら、帰り道にですね、こちらインスタ360版 RS ライカ1インチ360エディションのですね、撮影をしながら帰ろうと思っております。それでですね、まあ、このように本日はログで撮影してみてるんですが、こちらの方が明るいかなというところで、はい、パッとカラーグレーディング、まあ、ラットあってちょこっと調整するぐらいですけど、試してみようと思います。こちらの映像をですね、見ていただければなと思いますね。で、まあ、このようにですね、撮影をしながら階段こちらを降りていこうと思います。で、私もですね、まだちょっとリハビリ途中なので、安心して降りることができず、ちょっとゆっくりにはなりますけど、とことこと降りてってみようと思います。で、あまり暗くなる前にですね、いろいろと撮影をしながら、ちょっとですね、この久々にインスタ360番 RS を使って皆さんに動画をお届けできればなと思った次第でございますね。よいしょ、よいしょ。このようなですね、動きにもこの360度カメラ手ブレ補正とても強力に効くので、綺麗に残ってるかなと思います。それでですね、こちらの公園ちょっと来たことがないので、今現在地が箱根山っていうところ降りたところで、この池の方ですね、ちょっと目指してみようかなと思います。このようにですね、ちょっと歩いていきながらで、まあ、この私の自撮りをしますと、このような感じ、モニターがですね、バッテリーを持たせるために定期的に切れてしまうので、たまにですね、確認が億劫な時もありますけど、このようになってます。で、この360度カメラのですね、特徴をちょっと活かしながら皆さんに映像を見ていただければと思います。はい、本日の副題的なところなんですけど、このログでの撮影というところですね、どのように映ってますでしょうかね。あまりですね、このログモードっていうのを私使うのを敬遠していた嫌いがあるので、まあ、ちょこっとこの色の付け方とか、そういうのをですね、勉強とまではいかないんですけど、自分なりにこう調べながら試しているというのが今なんです。で、やはりこの歩けなかった時っていうのはですね、主にこう動画の毎日の更新だとか、自分のですね、お勉強のために使っていたっていうのは前もお話ししたと思うんですけど、そういうのをですね、どういうふうに活かしていけるかなとか、そういうのをですね、考える時間にしていたというのはですね、自分の中でできることという感じでしたね。でですね、このようにちょっと階段恐る恐る降りまして、だいぶですね、この座りっぱなしで家の中で作業しっぱなしでという感じだったので、体の訛りという話が先ほどしましたけど、体重もですね、どうにもやっぱり増えてる感じがするわけなんですよ。というのをこう運動して落としていかないとなって思うわけですね。で、こちらの方に池とかあるようなことが書いてあったんですけど、おっと、道路がないな。よいしょ、ちょっと気をつけて降りていこうと思います。まあ、なんかこういうちょっと冒険っぽいのも楽しいですね。ああ、なるほど、道路を挟んでさらに向こうみたいですね。ちょっとですね、そちら向かって行ってみたいと思います。はい、先ほどからですね、こうたびたびと確認をしながら歩いておりますが、こちらの方には行かずにですね、こちらの方から今こういう風に来て箱根山登ったんですけど、こっちの方ちょっと行ってみて、で、帰り際こっちの方に帰っていこうと思います。ちょっと進みながら、あんまりこう公園でも人のいない方向に向かってですね、歩いて行っておりますが、なかなかにですね、広くて面白い公園だなという感じです。この奥もですね、何かあるみたいなんですけど、どういう風になってるのかな。で、まあ、このですね、ログ撮影しているという話の続きなんですが、
そちらのですね、このライカのラットがとても私気に入っておりまして、ライカさんのラットがというのをこううまくつけていくと、この同じライカの設計のレンズとセンサーというところで、このインスタ 3601RS ライカ1インチ360エディションの映像ってどうかなっていうのをちょっと見てみたいなと本日思ったわけですね。でまたこういう風に冬であんまりこうあでやかなですね映像っていうのもないと思うんですが、こうお花が埋まっていたりだとか、そういうところで何か表現できないかな、撮影して楽しいものないかなっていうのを探すですね、まあ、ちょっとした旅兼お散歩みたいな感じで本日は歩いて収録をしております。でちなみに音声の方はですね DJI マイクで収録しております。やはりこのインスタ 3601RS シリーズの内蔵マイクはですねちょっと使っていて不満なので、それだったら不満のないマイクを使っちゃえばもうストレスがなくなるわけなんで、そういう風にしておりますね。はい、それではちょっと飲み物を買おうと思います。何を買おうかなと、やっぱりブラックコーヒーだなって感じですね。よいしょ。はい、ではこちらですね、ボスプレミアム買ってみました。でちょっとこのようにお散歩をしながら、このようにですね池みたいなところもあるんですね。時期が時期だったらザリガニとかもいそうな感じ。こういうところもさ、私散歩したりするの大好きなんで、またちょっとですね改めて来てみたいなと思います。もうですね最近のこの日の短さっていうのはなかなか私のこの生活のリズムに合っておりませんでして、大変なんですよね。よいしょ、渡るとこじゃないかもしれないけど渡っちゃいます。でこのようにお散歩をして、帰り際にですねなんかご飯を食べていく気になったらご飯食べようかとも思うんですが、ある程度痩せなきゃいけないのでっていうところでちょっと控えようと思ったりとか、複雑な感じでございますね。この360度カメラのですね使い方っていうのはですね、何かこういいアイデアないかなと思っていろいろ考えてるんですけど、やっぱりですねこの映像をきれいに撮れる、しかも超広角っていうところで、どっかですねきれいなところ遊び行きたいなっていうのはやっぱり一番の用途だと思います。そういうところどっか身近にないかなと思ってても歩けなかったので、というのが解決できるというのはですねちょっと今後楽しみなところです。水は止まってしまってますけど、ちょっと滝みたいになってるみたいですね。なんかちょっと裸のおじさんが棒を振っていて怖いので、そっちには近寄らないようにしながらちょっと遠回りですけど行ってみたいと思います。まあやはり最近ですねこうお散歩するようになってもですね、うちの奥さんにも子供たちにも歩くのめちゃくちゃ遅くなったって言われるぐらい歩くスピードも衰えちゃってるので、ちょっとですねこう見えないところで努力して早くですね元に戻したいと思います。そしてですね今すごく悩んでることがあるんですよ。先日こう試した通りルミックス S の20から60ミリまでのですね標準ズームレンズ使いましたね。そこでやはりこの FE の20から70ミリまで F4 の透視 G レンズ、これどうしようかなと思ってるんですよ。なかなかですねそのマウントも統一したいんだけど、この L マウントアライアンスのレンズ群も好きだし、ソニーさんですね、まあ、FX30 はもう鉄板だとしても α74 も好きなので、どのように残していこうかなとか、全部残すべきなのか手放すべきなのかとかっていうのすごく悩んじゃってますね。まあ自分の中でこういろいろとですねやっぱり売らないとそういうの楽しめないの当然なので、ちょっと売ろうと思ってるのも決めてるので、まあそういうのもですねおいおい皆さんにお話ししていければなと思いますね。結構ですねしっかりと手放そうと思ってます今回は。はい、ちょっと気になってきてみたんですけど、この辺り尾張徳川家富山荘古駅楼跡っていうのかな、小駅楼跡っていうのかな、ちょっと読み方分かんなくて申し訳ないんですけど、こういった、まあ、史跡なのかな、史跡跡なのかながありまして来てみましたが、広い公園みたいな感じのところでした。はい、ではですねちょっと息を整え直しましてお散歩を再開いたしました。先日のですねファームウェアのアップデートでドロップフレームのですね、まあ、エンコーディングエラーというのが発生していたのが修正されたんですけど、それからですね一度も発生せずにですね快適に使えております。なかなかいい感じです。で正面に見えておりますのがコズミックスポーツセンターというところでして、なかなかこの辺だと奇抜な建物なんで足元まで行ってみたいと思います。
はい、こちらがですねコズミックスポーツセンターになっておりまして、コズミックセンターか、このようにちょっと奇抜な建物になっております。ではこれからキロに着きたいと思います。はい、まあこのボディマウント関連っていうところでちょっと話は似てるんですけど、この360度カメラとかでこういうふうにですね後ろから追っかけるような映像とかですね、そういうのを撮るわけですよね。ってなった時にどうしてもやっぱりこの振動っていうのをどういうふうにですね削減というか、まあ、できるだけ減らしていくかって大きな課題だと思うんですよ。もうバーッとですね持ってきて、まあ、自分のところにですねこう持ってくる分にはなんですけど、しっかりとこの手ブレ補正っていうのも抑えられると思います。手ブレ補正じゃない、手ブレですね。ただですねやっぱりその体から離れたり、まず振動の大きいところに直結ですね、しっかりとこうボディマウントのように体にくっついてしまっていたりとかすると、やはり振動っていうのはダイレクトにカメラに伝わっちゃうわけなんです。というのをどういうふうに効率的になくしていけるかなっていうのも、このインスタ 360R S、 まあライカ1インチ360エディション、こちらはだいぶ重たいアクションカメラなので、というところが今後課題というかですね、私は気をつけていって何かできないかなって思っているって感じでございますね。はい、ではですねちょっと建物横を撮影しながら歩こうと思うんですけど、このようにですねやっぱりこういろいろとファームウェアのアップデートで良くなってきたこのインスタ 360R S のライカ1インチ360エディションなんですが、このドロップフレームのドロップエンコーディングエラーかな、エンコーディングエラーによるドロップフレームの発生かというのが良くなって、じゃあ次は何かってなると本当音質面だと思うんですよ。このインスタ 360X3 だとか、まあ、その他のですねインスタ360シリーズと比べても明らかに弱点だと思います。というのはですね、このコアだけでコアを交換して 1R から RS になったようにアップデートしてですね良くなるっていうのをですねすごく楽しみにしております。次のですねそのコアが出たら私多分必ず買うと思うので、そういうところのですねアップデート、このインスタ360さんは積極的にされていると思うので、そちらですね早く出してくれないかなと期待しておりますね。で先ほどの山からですねちょっとこの高田馬場の方に抜けてくるだけでもうこれだけ景色変わります。ただこちらもですね別の公園でして、なかなかその公園自体も楽しい場所になっておりますね。でこれから小滝橋という方向に抜けて自宅の方向に帰ろうと思っております。でだいぶ暗くなってきたというのがどういう影響があるかなというのもちょっと楽しみなんですよね。このインスタ 360X3 がかなり暗所にも強いっていうのが分かっております。でさらにこのセンサーも大きく強力なレンズって言葉おかしいんですけど積んでいるこちらの360エディションの方ですね、どういうですね映像化されるかなっていうのをこのアップデート後では初めて、なんかやっぱアップデートのたびにちょっとずつ画質良くなってる気がしてるんですよね。まあ気のせいなのかもしれないんですけど、というのが変わってるというのをですね見ていきたい、まあ、変わってるというか変わったのかなっていうのを見ていきたいなっていうふうに思っております。はい、このようにですねだいぶ夕焼けになってきまして、まあちょっとですね今早稲田の近辺歩いていたんですけど歩きにくかったので撮影をやめておりました。その理由がですねマナーの悪い自転車が多いことで、ちょっと歩道でもですねかなり気をつけて歩かないと、まあ危なかったっていうのがちょっと理由でございます。まあちょっと嫌ですよね、そういうのどうにかしてほしいと思います。はい、ではこういう風にですねちょっと景色がしっかりと見えるところ出てまいりまして、この後家の買い物に行ってこようと思います。でそのままちょっと夜のですね撮影も試せればと思いますので、またそちらを見ていただければと思います。はい、ちょっと自撮りをしながらこうお話しさせていただこうと思うんですけど、まあ、やはりですねこの360度カメラの弱点の一つ、起動の遅さっていうのをちょっとですね皆さんに言っておこうと思いました。こちらはですね 1RS も含めて、まあこれは 1RS なんですけど、ライカ1インチ360エディション360度カメラというところでですね、あと X3 と全てですねやっぱり立ち上がり遅いです。なのでこの撮影するときにたびたびこの電源のオンオフという操作が必要になります。まあ、ただですねその程度のことなので、撮影するタイミングとかっていうのを調整すればそれで済むわけなんですよ。でまたですねこの360度撮影できるという環境の中でどういうふうにこの 1RS、まあ、ライカ1インチ360エディションと X3 がですね違うのかっていうのもちょっとこれからですね見ていきたいなと思いましたね。だいぶ安定してきているのでいい感じだと思います。
本当ですね、この時間帯のこの夕焼けの感じとかそういうの綺麗ですよね。だいぶ高い視点から撮ってみてますが、どのように見えてますでしょうか。はい、だいぶ暗くなってきましたが、写りの方はいかがでしょうか。手ぶれ補正を含めてですね、見ていただければと思います。でこの後ですね、まだちょっと空が明るいので、もう少し暗くなったらもう一度撮影してみようと思います。はい、ということでですね、もうまずご挨拶させていただこうと思うんですけど、こちらのチャンネルでは普段はですね、カメラですね、写真や動画とのことを楽しんでおりまして、一緒に楽しんでいっていただける方はぜひチャンネルのご登録をお願いしたいと思っております。またですね、私の励みになりますので、グッドボタン、あとはですね、コメント等で仲良くコミュニケーションいただけますと嬉しく思いますので、お待ちしております。よろしくお願いいたします。ではこの後、暗いところの手ぶれ補正等を見てみてください。はい、ではということでですね、もうほぼ真っ暗、夜のようなですね、暗さになりました。というところで試しに撮影してみてますが、いかがでしょうか。でですね、この後こう景色を歩きながら撮影してみていただきまして、その後にですね、ちょっと自撮りをしてみようと思います。はい、ということで自撮りをしてみております。見え方はいかがでしょうか。だいぶですね、この X3 よりもセンサーサイズとかが大きいということで、この暗いところに強い印象がとてもあるですね、このライカ360じゃない、ライカ1インチ360エディションですね、というのがですね、どうかっての最後に皆様にお伝えさせていただきました。ではですね、失礼いたします。バイバーイ。